続いてのコーナーは、アンジーの今この人に大注目のコーナーです。今日のゲストは、セブ島ロ円留学創設者、早川亮さんにお越しいただきました。早川さんありがとうございます お久しぶりというかですね。そうですね。年明けからなんで。はい、そうですね。一ヶ月半ぶりぐらい。うん、まあ、そんなもんですかね。は,い、はい。いや、ありがとうございます。いや、本当にアンジーさんセブ島まで、お越しいただきました。はい、本当にありがとうございました。うはい、もうね、はい、ゼロン留学というね。もう興味ありありな、はい、はい、スクールだったんで、どんなスクールされているのか。はい。あの、見させていただいて。はい。 まあもうその話をですね今日はたっぷりと時間がある限りお聞きしたいと思います。はい,い、はい、よろしくお願いいたします。まずですね、はい、あのフィリピンに行かれてそのゼロ円留学のそのスクールを立ち上げられたきっかけからお聞きしたいんですけれども。はいはい、そうですね。はい、あの僕はまあその三十歳まで日本でサラリーマンをしていたんですけれども、うん、やっぱりこう三十歳で何か新しいことに挑戦したいなと、はい、そういう思いがありまして、はい、で海外を何カ国か回ったんですね。 そこで最後に回ったのがセブ島でして、はい、よしここで英語学校を作ろうというふうにですねもうセブ島に、はい、あの入ってすぐに英語スクール作ろうと思ったんですか、はい、もう初日ぐらいい決めましたねね早いです、ね <laughs> はい はい、なぜ英語スクールやろうと思ったんですかこう飲食とかいろいろあるじゃないですかビジネスも、はい、そうですねこのゼロ円留学というコンセプトにつながってくるんですが、うんはい、僕自身がですね、うん、あの10代の頃にやっぱり留学したいとか、はい、海外行ってみたいという気持ちがあったんですけれども簡単に言うと、お金がなくてあの行けなかったんですね<ー>それで若い頃すごい悔しい思いをしてきまして。はいはい でセブ島に行った時にですね、うん、あのこのセブ島であれば安い価格でやっぱり留学に行くチャンスがあるということをすごく可能性を感じまして、うんはい、でここでやろうというふうにその場で決めました。うん そうなんですね。はい、いや、多分多くの日本人の方が留学したくても、はい、やっぱり。あの、お金がないから行けないって、私の友達たちも結構断念した人たち多かったですよ。はい。は、多分すごくね、その気持ちがわかります。そうですよね。はい。で、セブ島で、もともと安く英、英会話学校やってるところも多かったんですけれども。はいはい その中でも一番安い学校を何とかして作れないかなと一番安い学校、はい、いいですね僕みたいにお金がなくて海外に行くのを諦めてしまった、はい、そんな人にここなら来れるよというふうに言ってあげたいなと思ってですね、はいうん、そういう背中を強く押せるような留学プランを考えたときにゼロ円留学を考えすぎました、はい、そこでもうゼロ円留学はい、はい もう私、その話を聞いたときにまず名前ですよね、ゼロ円留学って聞いたの衝撃的だったんですね。で、なんでゼロ円で留学できるのっていうところで、はい、あのもう、どういうサービスなのかが分からなくて、ですね、はい、なぜゼロ円あ,ありがとうございます、はい、あのゼロ円留学はですねそのコールセンターと学校どちらもセブ島で自社で経営をしていまして、はいうん、コールセンターは日本人が働ける日本向けのコールセンターになっています。はい でこのゼロイン留学というのが、うん、セブ島で、えー、1日の半分英語の勉強をしていただいてはい、はい、1>, 1日の半分はコールセンターでお仕事をしていただくことによって学費を免除しますと、はい、こういうプランになっているので、はいまあ、ワーホリみたいなイメージにはなるんですが、はい、働きながら勉強することで学費を安く抑えて留学ができるというプランになっています、はいうん、素晴らしいサービスですね。はいはい なぜかというとやっぱり英語を勉強するだけじゃなくて、はい、海外でやっぱり仕事をしたいという方も、うん、私の周りも私も含めてそうでしたけれども、はい、やっぱり多いんですよね、はい、その2つが一気にできちゃうということですよね。そうです、ねうん、あとまあ僕自身もその海外に行き始めた時っていうのははっきり言って英語も全然しゃべれない状態だったんですね。 行ったですかそうなので英語がしゃべれなくてもできる仕事海外には行きたいけれども英語がしゃべれないそんな人でも日本向けのコールセンターですとか IT であればやはり仕事ができるのでそういう方にもちょっとチャンスを提供したいなという思いでですね僕自身はそこから死ぬほど英語を勉強はしたんですけれどもすごい当時はやっぱり全然しゃべれなかったのでそんな僕でも留学できるそんな僕でも仕事ができるそういう場を海外で作りたい そういう思いい思で始めましたなるほどじゃもう本当にゼロ円留学っていうスクールを立ち上げようっていうまずそのコンセプトからスタートされたということですね。はい、そうですね、はい、でそこからその実際にスクールを、はい、あの立ち上げるっていうところまでなかなかこうこういうことやりたいと思っても、はい、形にならない方も多い中で、はい、実際にそのスクールを今運営されてどんどん広げてらっしゃるじゃないですか。はい、どうやってその英語も できなかった、はい、そして、ね、留学もしたことがない、うん、ビジネスも海外でしたことないそん早川さんがやっぱり留学生の方でも、はい、なかなかこう行くのに迷ってしまうとか、うん、行動を起こせないというお声ってすごく多いんですけれどもやっぱり行動を起こすのはすごく大変だなとは思うんですけれども。うん 行動を起ここすための環境を作るるとは誰にでもでもきるなとといいうことを僕は思っています、はい、なのでなかなかに例えば日本国内で英語を勉強したいと思ってもやらなきゃなと思いながらも勉強をなかなかできない,できない僕もずっとそういう感じだったんですけれども、はい、いざ行ってしまえばもう話すしかない、うん、そうですね行動を起こさざるを得ない環境を自分で先に作ってしまえと、はい、こういうふうにちょっと始めたんですけれども、はい、なのであのまだあんまりこう。 事業内容も固まってない時にも、はい、とにかくセブでまず事務所を借りて先に借りた先に借りちゃいましたすごいですね、はい、で内装工事しながら、はい、さあどうしようみたいな、うん、そういう感じでちょっと作り上げていったんですけれども、はいまあ、そういった行動を起こすための、うん、まずその第一歩となる環境を、うん、ぜひちょっと皆さんに提供していきたいなというふうに考えています。うんうん なるほど、はい、じゃあもう本当にあのスクールをもうやると決めて、はい、オフィスを借りて、はい、そしてそこから人材も募集していったって感じですすかそうですねあの人材も現地では全く知り合いがいなかったので。はい あの知り合いの知り合いの知り合いとかから一緒にやろうという声を頂い,いて、うんはい、そこからまた知り合いの知り合いの知り合いとかを紹介してもらってみたいな、うんはい、そういう感じでもとにかく人に会って、うん、とにかく動いて、うん、そしたらまあ延長線上にそのまあ起業という形があったというそういう感じですね、はい、なるほど、はい、じゃあもう本当にやりたいと思ったらもう環境をまず作ってしまうそうですねそれが一つの秘訣ですかね、はい、僕自身も行動力別にゼロだったと思うんですよ。 よくそのセブ島でいきなり起業しましたというと、はいうん、行動力があるんですねとか思います,すごい勇気ですねとかって言われるんですけれども、はいうん、正直不安でしょうがなかったんですね。 日本で働いていた会社も辞めて30歳で海外で英語も話せないのに起業してめちゃくちゃ不安で怖かったんですけれどもとにかくもう行くしかない環境を作って事務所も借りてえ仲間にも声をかけて事業計画も作ってその繰り返しでですねもうあの大した勇気も行動力もなくても気がつけばもう行動を起こしてしまっていたとそういう体験が自分自身もあの海外に行くことによってあったので。 ぜひ留学に来られる方もですね、うん、英語を勉強する以上に、はい、そういった自分自身を高める環境、うんうん、その第一歩をぜひ体験してもらいたいなと思ってます、はい、素晴らしいもうなんか普通の英語スクールじゃなさそうな感じがもう普通じゃないですね普通じゃないですよね、はい、ゼロ円留学からねしても,も普通じゃないですけれども、はい、そして一番最初に立ち上げられた時はあの多分少人数からスタートされたと思うんですが、うんはい、今はですね私も見せていただきましたけどかなりの先生たちが、はい。 いらっしゃいますよねそうですねおかげさまで生徒様も100人ぐらい常時いらっしゃってですね、うんはい、え今まで3年ぐらいやっておりますが卒業生も1500名以上1500名配出しております,すいはい。そのですね今写真がちょっとありますので見ていただきたいと思います、はい、こんな形でそうですね、はい、ここで向かい合ってフィリピン人の先生と留学生が1対1で英語のレッスンをしていくというスタイルになっています、はいうん、これは1日何時間ぐらい、はい 受けられるんですか留学生は0、はい、円留学の場合、1日4時間、英語レッスンを受けるシフトにも少しよるんですけれども、はいえー、そういうシフトが一番多くなっていますので、うんうん、4時間ここでお仕事あ、ごめんなさい、勉強していただいて、はいで、4時間コールセンターでお仕事をしていただいて、それで学費と宿泊費が0円になると素晴らしい、すごいですね、しかもマンツーマンですよね。はい あのやっぱりあのうちオーストラリアでも姉妹校を持ってるんですけれども、はいうん、オーストラリアの留学ですと当然先生1人に対して生徒が10人とか15人とかつくんですけれども、はいうん、まなかなか特に日本人の場合積極的にそこで発言をしたりとか、うん、先生に聞いたりとかができないまま授業が進んでしまうというのがよくあるので,で、はい、やはりこのセブ島留学の一番の魅力というのは、うん、安い価格でなおかつマンツーマンを中心にして自分がアウトプットする時間がたくさんあるというのが、はい、あの非常に魅力かなと感じます。 私もあのフィリピンの,そのスクールに行った時に何人かの留学生の方と話をさせていただいたんですけど、はい、もう話さざるを得ないっていう環境に置かれるから、はい、もう勉強せざるを得ないし、はい、だからこそ英語のスキルがすごく短期間で伸びていく気がするっていうふうにおっしゃってたんでまさしくそこだなって思います。はい、うちの学校は今、はい、全クラスママンンツーマン っていうのを売りに来てますの。すごいですね。はい、もうひたすら先生と一対一で、話しまくると。はいうん、はい、いうプランになってます。そうですね、一日四時間ね、びっちりとマンツーマンでやったら、もう英語をね、のば。はい 伸びざるを得ないですよね。そうですね。これもやっぱりもう環境かなと思ってますので、うんはい、もう4時間ひたすら嫌でも英語を喋らなければいけない環境に身を置いていただくことで、はい、大きな成長が図れるんじゃないかなと思っております。うん、そうですね。はい、で、あのフィリピン人の先生たちもとてもね素晴らしい先生たちが多くて、はい、私もあここのスクールいいなってすごく思ったんですが、で半日はその留学生たちは英語スクールを終えて、はい、今度はコールセンターに行かれて、はえ。 電話でで仕事すね、はい、このコールセンターは日本の企業様からお仕事を委託していただいておりましてあくまで日本向けにににななりまますすすのででで英語がが話せない方でもすぐにお仕事に就くことき私自身がその日本で上場企業で30歳までサラリーマンをしていて、はい、新卒社員の研修なんかもずっとやっていたので、うん、そういったノウハウを生かして、はいえー、いわゆる新卒社員で行うような上場企業で行うような研修というのをですね留学生の方にも受けていただ <で>はい、仕事に対する考え方とか、うん、基本的なビジネスマナー、はい、話し方、はい、こういったところから一から研修をさせていただくので、はい、もう英語だけではなくて仕事の時間というのも 自自分自身のスキルを高めてていいただく貴重なな時間になっています、はい、素晴らしいですよね、はい、私もあのやっぱりそこも見せていただいたんですけれどもちゃんとしたこうマニュアルがもうあってですね本当にトレーニングがしっかりされているので結構ですね海外だと、はい、あのそういったマニュアルがなかったりトレーニングが不十分だったりして仕事はいどうぞやってくださいみたいな、はい、ところがあったりするんですけど、はい、そこもやっぱりしっかりされているっていうところで社会人としても本当にこう 海外で学んだことを日本に帰ってきてもまたこうそういったスキルを使って再就職したりとかあの就職につなげていけるんじゃないかなっていうふうに改めて思いました。 ありがとうございます、うん。でね、あのその留学生たちはその学びのスクールで学んでいるだけじゃなくて、はい、外でもいろいろとそのスクール生同士で交流ができる場っていうのを持ってらっしゃるっていうのも写真でちょっとですね、はいはい、ご用意しているので、こんなねちょっと綺麗な海ですよね。そうですね。やはりセブ島といえばまず海、うん。そうですね。はい。こういった形で留学生同士で一緒に海に遊びに行ったりですとか、はい、あとはフィリピン人の先生ともどっかに遊びに行ったりとか、うん、やはりこう勉強と仕事以外の時間も充実できるというのが、はい セブ島留学の大きな魅力かなと。本当ですね。はい、もうねこの環境もね素晴らしいですね。はい、そしてこれは結構大きなイベント。そうですね。これは学校のパーティー。うん やってまして、まずフィリピン人ってパーティー大好き。大好きですよね。はしゃぐの大好き。なので、あの日本人ってなかなか、例えば、こう日本のスクールでこうパーティーをやると言っても。そんなに盛り上がらないだろうっていうぐらい。フィリピンのパーティーはめちゃくちゃ盛り上がるんですね。そうですよね。彼ら陽気ですもんね。ので、これはその先生たちと、スタッフと、それから生徒さんも一緒になってですね。あの、ちょっとパーティーをした時の様子になっています。いや、いいですね。こういったやっぱりフィリピン人の人と。 やっぱり日本人がが交流ができる場っていうのがやっぱりこう社会,あの会社が一つにななるそ、はい、そんな、ねはい、え時でですすよねそうですねう、はい、日本の会社とか日本のスクールではなかなかこういう一体感とかは得られないのかなと思いますのであの今までに気づけなかった自分自身にも気づける場になるんじゃないかなとそういう自分を引き出してくれる環境がやっぱりこうセブ島とかフィリピン人の方にはすごくあるんじゃないかなと。 思いますあ,ありがとうございます、はい、もうあっという間にです、ね、時間があと少ししかないんですけれども,、はい、もう早川さんの今後のぜひ展望を聞かせていただければと思うんですが、はい、あ,ありがとうございます今までそのゼロ円留学という留学プランを通して多くの日本人の方がお金がなくても、うん、経験がなくても気軽に海外に行けるというハードルを作ってきましたが。はい これからは、えー、より多くのですね、うん、フィリピン人の方が、はいえー、日本に来れる環境を作ったりですとかもちろんセブ以外の他の国でもですね、はい、同じように日本人が行きやすい環境、うん、もしくは海外の方が日本に来やすい環境というのをどんどん作って、はい、日本と世界のですね、はい、架け橋になっていきたいなと、はい、そういう思いでやっております。 素晴らしいもうね早川選もう本当に熱い人でですね、はい、早川塾もねやりながらね、はい、人材育成もされてらっしゃるんですけれども、はい、もう是非ですね日本人の方本当にね英語これから必要ですからあの留学しに行くならセブ島に、はい、しかもゼロ円留学、はい、ぜひですね、はい、アーグス、はい で検索していただいたら見つかりますかね、はい、はい、アーガスゼロ円留学で出てきますので、はい、よろしければぜひ検索してみてくださいはい、ぜひお問い合わせしてくださいはい、会、はい、社長、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました